1999年自由民主党総裁選挙は、1999年9月21日に行われた自由民主党総裁選挙である。1997年自由民主党総裁選挙の任期満了に伴い実施された。前年の1998年自由民主党総裁選挙で、初当選した現職の小渕恵三は、無投票再選を強く望み、 特に加藤には、後継者の座を匂わせながら懐従したが、加藤派を継承したばかりの加藤光一がこれを無視し、名優で山崎派会長の山崎拓と共に出馬し、選挙が実施された。加藤はすでに将来の総裁の有力候補と目されており、ポスト大淵をアピールする絶好の場と考え、落選は折り込み済みであったが、総裁選後に挙党体制が敷かれることを期待して、 爽やかな政策論争を盛んにアピールした。結果は想定通りオブチが勝利したが、オブチは自らに歯向かった加藤を許さず、直後の人事で加藤派を徹底的に礼遇した。これが翌年の加藤の乱につながることになる。他方、政和会は会長である森吉郎が幹事長としてオブチを支える立場だったこともあり、早々に出馬を見送って、派としてオブチを支持し、 過去2回の総裁選に出馬していた小泉純一郎もそれに従った。翌年大淵が病に倒れると、引き続き幹事長を務めていた森に首相の座が回ってきた。そして、加藤の乱では森を派閥会長として支えていた小泉が乱の鎮圧に当たり、結果的に翌年自ら首相の座を得た。このように、この総裁選は、 後の政局の重要な伏線をいくつもはらんでいたことになる。なお、この時、派閥会長の森に強く出馬を迫ったのが、当時当選2回の若手だった安倍晋三である。安倍は後に自分も若かったと苦笑しながら、私たち若手の要求通り、森さんが対抗馬で出ていたら後継首相になれなかったかもしれない。あの時出馬した加藤さんは、結局、 首相になれなかったと実感している。ありがとうございます。